創業から121年目、これまで熊谷組はさまざまな挑戦を経て社会の多様なニーズに応えてきました。この経験が一人一人の人間力と革新的な技術力を生み、さらなる挑戦への礎となります。今現在もさまざまなチャレンジを続け、豊かな新しい社会づくりを進めています。山口県の日本海側に位置する長門市は、自然豊かな土地柄を生かし、近年では観光名所としても発展を続けています。市民の暮らしを支える重要拠点、長門市役所。建物の老朽化や地震への対応策として、熊谷組、安藤建設、特定建設工事協同企業体が新庁舎の建設工事を進めています。新庁舎は国内最大規模の木造と RC 造のハイブリッド構造建築への挑戦となりました。木材の持つぬくもりや安らぎを利用し、長門市らしさを体感できる場所を目指しています。柱、梁などの構造材にも積極的に地域産材を活用することによって、森林を保全し林業の活性化につなげようとしています。木構造がベースということになってますけれども、今回のこの建物に関してはそれプラス RC があって、それに PC も入っているということで、 RC、PC、木構造という3構造が、入ってきているということで、全国でも珍しいということを言われています。なおかつこれが7000平米超えとるということの5階建てということで、耐火建築物にならなければいけないということもありまして、新たな手法が取り込まれるということになります。今回、木造で作るとなると、どうしても梁、柱の断面が大きくなりますので、そこのところを設計事務所さんの方が考慮されて、免震を入れることによって水平力の、低減があるので、そこから構造体の、縮小化が図られたということ、それになおかつ RC がその水平力の残りを支えるということで、今回の構造断面が決まってきているということを聞いております。中に一応構造体、本当の建物を支える体があって、それを今度は燃えないように、周りに石膏ボードで、燃え止まりという、周りが燃えても中まで燃えないよ、構造体が燃えないよっていう燃え止まりの層があります。でその外にまた今度は皆さんに見せる化粧ということで木が2層に貼ってありますね。その辺で、断面的には何層にも掲げてあるんですけど、最終的には綺麗な長門市の杉を見せる。そうですね、木を表出させることを設計事務所さんも、こだわれてますし、もともとの、長門市さんが、資産財を有効活用してみんなに見せようという考え方で、このプロジェクトが起きてますので、それを我々は少しでも実現させるということで、作業の方を進めさせていただきます。長門市の市民の方に安心と安全を届けられる建物というコンセプトで始まってますので、最終的には長門市民の方がいいものができたねということで喜んでもらえる、それから技術的には熊谷組もしっかりですけども、全国的に珍しい建物でありますので、皆さんにこの技術が少しでも水平展開できるということで、残りの4ヶ月やっていきたいかなと。まだ施工事例が少ない木造 RC 型の
ハイブリッド構造建築物は全国的な注目を集めています。ここではベテランと若手が一丸となり、創意工夫を凝らしながら貴重な経験を積み重ねています。そうですね、鉄骨とは違って、木造の建て方となりましたので、特に水に弱い木なので、そこの養生方法だとか、あとコンクリートと木の取り合い部分の汚れを出さないように、いろいろな対策等はですね、自分の経験にはなりました。今後木の構造体が普及していくと思いますので、そういった現場が他にあれば情報を共有して計画とか力になれたらなと思います。工事において経験やノウハウを積み上げると同時に、将来のさらなる大規模木造建築の実現に向け、技術本部では新たな技術や部材の開発に力を注いでいます。熊谷組の無人化施工技術は、1994年雲仙普賢岳での試験工事以降、20件以上の実績を積み重ね、数々の被災地で人々の生活復旧と安全に役立ってきました。その技術は日々の研究開発により著しい変化を遂げ、現在も発展を続けています。こうした技術開発の功績が認められ、表彰を受けました。無人化施工技術そのものは、この将来未来技術の、体現された重要な技術だということを思っております。これはなぜ重要かというと、この近年の、自動化ロボット化の波の中で、遠隔操作技術はこのベースになる技術だということがはっきりしてきました。したがって、この無人化施工技術をベースにして、その先のロボット技術を進展させることは、健全な技術の発展に貢献するというふうに思っています。これによってですね、快適な空間で確実な施工ができるという新たな技術の挑戦ということを実現できると考えています。将来にわたって我々の土木技術は大きく変わる。その中にこの無人化施工技術は重要な役割を果たすというふうに考えています。ネットワーク対応型無人化施工技術ということで、このネットワークをベースにして無人化施工を進歩させるというところにずっと力を入れてきました。で、これをさらに効率よく動かすということでは、最先端技術の中で今 AI を取り組んだ自動運転の制御技術も発表したところでございます。無人化施工技術の進化のため、熊谷組筑波技術研究所では実験フィールドを設けて、 AI を使用した自動運転制御システムを研究開発しています。また無人化施工技術の現場では、高いオペレーション能力を持つ人材が不可欠です。そこで熊谷組は、遊泳協力会の土木系専門会社17社と協力して、災害時の応急復旧対応チーム熊デックスを結成しました。近年増加傾向にある自然災害に迅速に対応し、いち早いライフラインの復旧を目標としています。クマデックスでは、急速な広がりを見せる現場に対応するため、オペレーター育成にも積極的に取り組んでいます。熊谷組は無人化施工で培ってきた技術を応用し、トンネルの吹き付けコンクリートや不正地運搬車の自動走行を実現。さらに人工知能を応用したロボットの自動走行技術開発を推進。その技術により、さらなる安全・衛生環境の確保と生産性の効率化を図ります。そしてそれらの革新的な技術を宇宙探査にまで広げようとしています。熊谷組の無人化施工技術、
住友林業の林業技術、工業機械産業のプラント仮設のエンジニアリング、加藤製作所のクレーン技術、この熊谷組と各社の共同開発が JAXA イノベーションハブの研究提案募集で採択されました。ロープウェイのようにワイヤーロープを張り、構造物や資材を吊るして運搬する架線集材システムの無人化、自動化を進めています。それにより月面という特殊な環境下で作業員の安全を確保するとともに、省力化による作業効率の向上を図ります。進化の先には未来がある。その豊かな未来を築くため、私たち熊谷組は歩み続けます。台北101、タオジュイン園など熊谷組グループは、高度な技術水準が要求される難工事を成し遂げてきました。そして今、台湾新平市にてさらなるレガシーを打ち立てるべく、新たにシンディエン・ユーロンチェンの新築工事に挑みます。シンディエン・ユーロンチェンはアンビルトの女王と呼ばれた建築家ザハ・ハディットの遺作となります。これまでの台湾における熊谷組グループの豊富な実績と高度な技術力への信頼が、世界が注目する建築工事の受注へとつながりました。1961年、本社内に技術力の向上を目的として発足した熊谷組筑波技術研究所。その後、1988年に茨城県つくば市の広大な敷地内に研究開発施設を設けました。以降、熊谷組の技術分野の支柱としての役割を担っています。2016年度より段階的に施設のリニューアルを開始、研究室や実験設備が大きく改装され、研究開発の活性化が進みました。また新たにショールームを設置して、熊谷組の技術力を所内外に発信しています。偶然にもですね、この筑波の研究所を平成の30年間歩みを共にしてきたというところであります。新しい言語令和、これがスタートするわけでありますけれども、それに伴って我々の研究所に新しい血が入ってきたというところでありまして、新しい時代をリードする研究を進めてまいりたいと思っておりますし、我々の事業自体が50年先、あと100年先の人々の安全を確保するという構造物を作るという使命があります。そういうものに、我々の技術開発というのが役に立てるように、我々としても進めてまいりたいと思っております。常に時代や社会のニーズを読み取り、その期待に応える、一人一人の挑戦が熊谷組の新しい DNA となり、新たなチャレンジが革新的な技術を生み出す。これからも熊谷組は、一人一人の人間力とオンリーワンの技術力で新しい未来を作り続けます。